自治体別の新規感染者で最も多かったのは静岡市で84人次いで浜松市で75人富士市で29人などとなっています合わせて323人で先週土曜日と比べて128人減少20日連続で前の週を下回っています死者はいませんでした新たなクラスターは1件 御殿場市の幼稚園で確認されています病床使用率は正午時点で県全体で8.7%となっています